実は京都にいます。京都の清水寺にやってきました。今実は京都にいます。京都の清水寺にいます。周りすごくうるさいです。とてもにぎやかです。そしてツーリストが外国人がたくさんいます。私は日本人です違います。京都のいろいろ皆さんに紹介したいと思います。イエーイ。清水寺をきれいに維持するにはチケットを購入しないといけないです。清水寺のチケットゲットしました。そして来ようが、あ、ちょっと待ってー。だがその前にこの重いものを持ち運ばないと。僕は鋼の錬金術師ではない。鋼の錬金術師として認められましたので雇用に戻りましょう。やはりすごく美しいですね。清水寺まだ紅葉があってすごい素敵な色ですね。そんな素敵な場所だからこそたくさんの人が訪ねてきますね。縁結びというところがあるんですけれども、こちらはカップルや恋人たちとか一人で来て恋に恋愛に悩んでいる人が自分の運を良くするんです。私もすごい昔行ったことあります。ママでした今回はちょっと入らないことにしますけど、でも皆さんにすごいおすすめします。と今は清水寺を見終わりましたので、次は八坂神社に行きます。楽しみ。清水寺を後にして八坂神社に向かうには三年坂を通っていきます。たくさんのお土産がありました。特に抹茶味のスイーツがいっぱい。今八坂神社に着きました。すごい広くて綺麗です。ちょっと見ていきます。八坂神社といえば和の結婚式だそうです。いつも言うんですけど海鮮は食べれなくて、牡蠣とかもすごい美しく見えるけど食べれないが問題。あ、綺麗。堪忍しておくれやす。八坂神社を見終わりましたので、今回は京都に来ていろんな動画を撮りました。これからもどんどんアップしていきますので皆さん見てください。またコルシュグンチャ、バイバイ。うわー、暑い。すごいところに。